周りの選手の反応は非常に良かったと思うんですね。いや裏走る、ね、走る後ろから飛び出して折り返したぞ。決まった。一気に突っ走った最後梅崎。いやもうパーフェクトゴールですね。胸をすくようなロングカウンター湘南の色が出ました。まあ、セレッソの最終ラインの高さ、それそこの背後ですよね。松田のパスからです、うん、岡本か。本当に岡本はよく出てきます。まあ、落ち着いてましたね梅崎もね。素晴らしい。まあ、これがあるんですよね湘南はね。これで2対0になりました。まあ、チーム全体として